ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。ラブ神戸 TV 熟女レポーター英子です。本日は、三宮にあります酒と飯の平井さんにお邪魔しております。とっても素敵なお店なんですよ。ちょっとご紹介させていただきます。はい、こちら入り口になっておりまして、はい、ご覧ください。ちょっとね、大人な感じのお店なんですけれども、はい、では行ってみたいと思います。はい、とってもね、広いお庭になってますけれども、さてさて、こちらはどんな人気メニューがあるんでしょうか。こんにちは。こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。はい、ではお名前を教えていただけますか。はい、僕の名前です。はい、小坂と申します。はい、小坂さん、では、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、こちらのお店なんですけれどもね、はい、またとっても綺麗なお店なんですけれども、オープンはいつになるでしょうか。オープンは去年の11月の末です。11月29日にオープンしました。あ、じゃあまだね、新しいお店ですよね。そうですね、まだまだ、はい、これからのお店です。はい、でこちらのお店は何か人気メニューがあるんでしょうか。どんなの。そうですね、はい、約1000度の炎で焼き上げる、今からスタッフが焼き上げるカツオのわら焼きがうちの当店の一押しメニュー。ありがとうございます。じゃあちょっとね、カツオのわら焼きですね。はい、なんでわらで焼くんですか。なぜわらで、まあ殺菌作用とかもありますし、はい、香りが、わらの香りが口の中に広がって、あ、美味しそうですね。はい、じゃあちょっとご紹介いただけますか。はい、はい、お願いいたします。はい、こんにちは。こんにちは。あら、はい、今から焼くところですね。はい、今から焼き上げます。わあ、すごい。これどのぐらい焼くんですか。どのぐらいの時間焼くんですか。そうですね、もう表面と、まあ、中の方は生でいけるカツオなんで、はい、わあ、すごいすごい感じで、はい、わあ、すごいですね。そうですね、約1000度の炎で。1000度、熱くないですか。はい、大丈夫ですか。お髭が素敵ですね。はい、ありがとうございます。はい、では間もなく焼き上がると思いますので、はい、もうちょっとです。もうちょっとですか。うわー、熱そうね。え、やけどしたこととかないんですか。はい、そりゃそうですよね。はい、もうプロが焼き、プロですもんね。はい、はい、ありがとうございます。あ、真っ黒になってきましたね。そうです。これで大体おいくらぐらいするんでしょうか。1人前1280円。あ、結構 ね、 ですね。なんかこんな大きいのにリーズナブルな感じですね。あ、これは、まあ、1人前じゃないんですけど。失礼いたしました。そりゃそうですよね。失礼しました。はい、 OK。 はい、焼き上がりました。焼き上がりました。わあ、皆さんご覧ください。はい、反対側はどんな感じですか。はい、ありがとうございます。こちらが平井さんの人気メニューですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと店内の方もね、見せていただきたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、では突撃してみたいと思います。はい、はい、ではではちょっと行かせていただきますね。はい、お、個室ですね。そうですね、お座敷のお席が、はい、こういった感じで。わー、素敵。皆さんご覧ください。こんなね、お庭がありまして、はい、このような形になって長いテーブルですね。そうですね。はい、はい、これで8人。そうですね。最大、まあ、10名様までは座れる形でやっております。なるほど、いいですね。こっちの個室の方は何室あるんですか。は、奥のお座敷が6席。はい。テーブルの個室が4席ありますので。はい、トータルで、110席ぐらいの席が。すごいたくさんね。はい、大きなお店ですね。ありがとうございます。それではご覧になっている皆さんに一言 PR をお願いできますか。はい、そうですね、まだまだできて新しいお店なんですけれども、まあ、地域に根付けるようにスタッフ一同頑張っておりますので、一度ご来店の方よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。はい、こちらの場所なんですけれども、ちょっと説明していただいてよろしいですか。はい、三宮駅から、まあ、ちょっと元町方面に歩いていただきまして、ドン・キホーテの筋を北側に上がっていくと、はい、ホテルモントレーさんがございますので、はい、それのちょっと北側のお店で、
はい、駅からもね近いですしね、はい、あすいませんコメントがねユッキーさんから入ってまして火がすごいっていうコメントが入っておりました。はい、ユッキーさんまたね火がすごいんですけどね美味しいですから食べに来てくださいね。今日はどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。